おはようございます。まひるの暗黒パート39です。前回はミサ視点というか、大人ミサと子供ミサの口論の末、子供ミサを追い出すためにミサが自傷行為をするという流れでした。まだ前回の分の編集ができていないので、どこまで前回の動画とこの動画に収まっているのかわからないんですけど、とりあえず続きを見ていきましょう。チリチリしためまいが収まってきた。薬が脳に作用し始めたのだろう。浴室の天井は海底のように暗くなり始め、大通りから帰宅する車の往来が聞こえる。もうすぐ一日が終わるのだ。これ数視点の第8章、数視点っていうか第3者視点の8章だったら、数何回も電話かけてるはずなんだよね。下の階からはかすかに皿が触れ合う音が聞こえ、上の階からは玄関ドアが勢いよく開かれ、小さくカッコとした足音がパタパタと動き回っている。ペールブルーの薄汚れた浴槽は昔住んでいた団地のものとよく似ている。冬にお姉ちゃんが沸かしてくれた風呂に入って、風呂の蓋は半分閉めておかなければならなかった。熱気が逃げるから、100数えてから出るように言われたものだ。寝巻きを着て髪を乾かしながら、ビーズクッションに寝そべって宿題を適当に終わらせる日々。冬の記憶はほとんどない。解雇する際には常に夏が思い起こされる。それ以外の季節を生きた記憶が私にはなかった。誕生日だからそういうわけじゃないか。私の昔話は必ずあの11年前の事件に戻ってきてしまうのだ。そこしか思い出せないってことかい。それでも今、開けっぱなしになっていた浴室の窓から舞い込んでくる冬の枯れたような匂いから、暖かいマフラーとコートを羽織った小学生の私が確かに存在したことを思い出した。日常は続く。私を置いて社会は回っていく。おいミサ、あ、このブーって前回も最後に鳴ってたけど、これカズからの電話なのか。行っちゃった。行っちゃった。ジョー君は私のこと好きだったのかな。私などどこにもいなかった。そういう風にできればよかった。みんな私を忘れているのに、私がいなくなると存在を思い出すのだ。私はみんなのことを知らない。だけれどもみんなは確かに私のことを知っている。みんなは私のインタビューを読み、お姉ちゃんの死に様を見た。私とお姉ちゃんは公的なものとなった。私はお姉ちゃんと一緒に布団にくるまって手を重ねて話を聞いてほしい欲求を感じた。それは私が軽蔑した子供らしいわがままだった。しかし今ようやく理解した。何もない私ができることは唯一お姉ちゃんの愛に報いることだと。自らが幸せになる道はこれしかないと。ミサ、帰ったぞ。おいミサ、電話には出なきゃダメだろ。どこにいる？大丈夫か？寝てるのか？ミサ。お風呂場のドアを開けて、ここか？電気もつけずに何してる？風呂に入ってるのか？返事をしなさい、ミサ。また来るかな、イラスト。ああ、来た。
相当だよね。こんなになるって。お互い無言になるんだよね。というか、ミサは喋れないんじゃないか？目の前は薄暗く、遮がかかったようにぼやけていた。天井は、寿命の切れかかった白熱灯を断続的に反射し続けている。ここは異世界だろう。昼間ミサが生きた。昼間ミサが生きた現実とは別の、一枚のレイヤーが上の世界。なぜなら、昼間ミサはすでに死んでいるからだ。え、死んでるの？このミサは。もしくは夢の中。え、死んでないの？手も足も動かないので、動かせないので、ここがどこであるか探ることができない。ただ傍観者として、目の前に見えるものを享受するのみ。物語の中かもしれない。私が前に書いていた、昼間ミサという少女の物語。タイトルは何にしたっけ？確か。ふと男の顔が視界に入ってきた。私の顔を覗き込んでいるのだ。何の感情も浮かべてはいない。ただよく見慣れた顔ではある。カズだね。その顔を見ると、私は胸の奥底がムカつくような気分と同時に、安心感を覚える。カズ、生きてる。君の生命力はすごいね。なんだこの曲は。どうして助けたの？私のこと、あのまま死なせればよかったのに。なんでわざわざ。俺は猫しか殺さない。体の自由が効かないのは、腕や腹に包帯が巻かれているせいだと気がついた。処置も彼がやったのだろう。この画面、移動してくれない？私はますますこの場所が現実世界ではないという確信を強めていた。彼は、少なくとも私の思い出せる限りでは、このような慈善活動を自発的に行ったことはない。あ、今さら、人間愛に目覚めましたなんて言わないでよ。人間の心を取り戻しました、情が湧きましたなんて、そんな茶番最高に吐き気がするから。あの、カズ視点と同じ、なんかここにライトがあったじゃん。それでいいからさ。あ、この画面もういいよ。俺に人間の心がないと思ってるのか？普通人間ってのは本能の赴くまま女を殺さないんだよ。知ってた？そうか。ミサの定義では、俺は人間じゃないってわけ。面白いね。カズはため息をついた。彼は表情と言っていることが常に一致していないため、面白いとは言いつつ、無表情を維持している。腹のあたりに違和感を感じて、少し目白ぎすると、じわっと不快な痛みが走った。私が顔をしかめたのをカズは見逃さず、私が言おうとしたことを分かりきっているように言った。君がひときわ大きく切った箇所だ。部屋にかかっている時計を読解すると、今は午前3時45分だった。時計があるということは、ここはカズの部屋なのだ。3時45分。彼は机の上からゴワゴワになった紙の束を持ち上げて私に見せた。ところどころ茶色に染まっていて、まるで年月を経た羊皮紙のように見えた。これが君をおかしくさせていた元凶だね。そうです。それが何を意味しているのか最初は分かりかねた。紙の隙間からワードで打った無機質な文字列が目に入った瞬間、私が過去に何かを書いていたということがうっすらと思い出された。ここからもうちょっと分岐してるのかな。私に隠れて随分と大仕事じゃないか。相談してくれればよかったのに。これは冗談だよね。また
表情と言動が一致しない。今は苦々しい表情で、心からおかしい気分になった時の口の歪みよりはもう少し下唇がこわばっている。よく見てるじゃない。ここでようやく私は理解した。カズが私の手記を持っている。さらには彼はすでに全て読んだのだということ。カミソルで切ったんだ。彼の手には私に電話をよこした記者の名刺が握られている。私は悪事が見つかった子供のように狭苦しい気持ちになった。だから私を殺せばよかったって言ってるでしょ。カズは海藻のようにぐちゃぐちゃになった紙束をめくっていく。私はあんたを地獄に突き落とそうとしてたんだからね。好きにすればいい。え？カズは仕事用の椅子にもたれかかった。君がしたいようにしなさい。君の決断を私は妨害しない。私に止める権利はない。手記を書こうと仕事を辞めようと、私のシャツで自由行為をしようと、ね、バレてる、バレてるよ。ミサ、私もいたずらに年を取ったわけじゃない。もうあれこれ口出しはしない。君の過去を全て公にしたいのであれば自由にすればいい。それで君が楽になるのなら、病状が良くなるのであれば続けなさい。悪くなってましたけど、いきなりどうしたの？まるで成人みたい。私は誰の人生に立ち入ることもできない。何を許容しようと無駄なことだ。思いっきり立ち入りまくって踏み荒らしまくってる気がするんだけど、私はきっと死んだのだ。じゃなければこんな強烈な違和感は覚えない。しかし彼にはおなじみの突き放すような口調から、ここが飽きるほど繰り返してきた日常の延長線上であるということを強く実感せざるを得なかった。これはミサの人生だ。君が全てを決めるんだよ。カズ、これが自分の利益を最優先してきた男の発する言葉だろうか。本当だよね。にわかには信じられなかった。カズは変わってしまったというのだろうか。だからもうこんなバカなことはやめるんだね。それから私たちはしばらく無言で時計の針の音を聞いていた。不思議な静寂が床にとどまって動かなかった。小学生の自分は私に語りかけようとしない。どこかへ行ってしまったのだ。死んでしまったのだ。ねえカズ。何？私の死体、お姉ちゃんに似てた？そっくりだった。夜明けにはまだ早すぎた。私はカズの様子を伺おうと少し顔を動かした。彼はそのまま椅子にもたれて目をつぶっていた。寝てるのか否か影になって定かではなかった。私は明日のこと、目が覚めた時のことを考えた。あの事件は終わる。終わらせ方は私が決めなければならない。わ、いいよ全身映さなくて。あ、ここで終わりなんですね。はい、じゃあセーブして。まあやっぱちょっと短いよな。15分。またちょっと編集して考えますね。15分やってたらいいかな。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。8章が完全に終わったわけじゃないと思うんだよね。エンドになってないし、この後もちょっと続くと思うんですよね。まあまた次回に続きます。ここまでご覧いただきありがとうございました。お疲れ様でした。え？
ちょっと待ってちょっと待ってよ。私が選ぶのか。そういうことか。この背景やめていただきたいんですけど、今回は、セーブしたのでちゃんと戻れるから、事実を公表しないでおきます。前回もね、公表しない選択肢、二人が心中するっていうエンドだったけど、公表してなかったので、また同じように公表しないで見ようかなと思います。まだこの画面か。ここ隠してていいんだけど。ねえねえ、ここ。ここいらないよ。いいよ、見せなくて。なんならこの画面もいらないよ。真っ黒でいいよ。じゃあちょっとちょっと待ってね。ここで切ります。ここで切りますね。ちょっとタイマー切っちゃったじゃん。何分やってんだ今。油断してた。もう一回一応セーブしとこう。私が決めなければならないっていうのは私のことだったんだね。じゃあ知ってるに決まってるよ、兄さんにセーブして終わりますね。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。また次回、ミサが公表しない方を選択して、その結末を見ていきたいと思います。一回で終わるかわかんないけど、まあ一回で終わるんじゃないかな。まあ、次回に続きます。ここまでご覧いただきありがとうございました。お疲れ様でした。